おはようございます。それでは最新の週間天気を葉山あたるがお伝えします。明日の西日本ですが、だんだんお天気は下り坂ですね。その先前線が停滞する影響で雲が広がって雨の降りやすい日が続く見通しです。木曜日は太平洋側などで明日緊急事態すぐ帰れ。はい、次行こうか。はい。はあ、孫ができるか。本当なん？あすみ姉ちゃん妊娠しとって。自分でそう言ったんやもん。そうなんやろ。相手の人はなんて？なんか育てる自信がないって。は？なんそれ。いや、たる、あんた相手の人と話してきてくれ。だってあんた市内住んどっちゃろうけん。よかろ。なんそれ。なんか中でムムなる音。ガスミのなんよ。ほら、あすみのスマホ。あんた電話かけて、相手に。俺？あんたしかおらんけ。すみません。こんなこと言うのはあれなんですけど、いい年した大人の男が一人で話し合いにも来れないんですか。すいません。いやだから、すいません、親父が年がいもなく、母が亡くなってから親父が一人暮らししてて、大体一人暮らししてると思ってたんですけど、まさかこんなことに。お待たせしました。親父とかなりじっくり話してみたんですけど、ええ、親父やっぱりどうしてもあすみさんと一緒になるって。すみません。こんにちは、大田海部の代行サービスです。あ、お疲れ様。見つかった？見つかりました。ちょっと見て。どうです？うわー、今日のはかなりのレアもの。ボジョレー。だいたい70歳の彼氏とかどげん思う？お姉ちゃん、それでいいと？いや、私だってもうなんかなんやら。そんな年の離れた人と結婚やらありえないし。ねえ。子供が成人するまで生きとうかどうかも分からんしね。うん。そもそもその人子供育てる自信ないって言ったんやろ。ひっと、あすみちゃん絶対傷ついとうよねえ、うん、そんな結婚したってダメに決まっとうやんねえ。お兄さん、ダメでもいいんじゃない？え？この先どうなるかなんて誰にもわからんや。けど、あすみの腹の中に子供が育っとることだけは事実やん。二
二人とももう大人なんやし、俺らがガタガタ言うこっちゃないやんなあ。大人って大人すぎるんですけど。ただいま。こちらがそのあすみ姉ちゃんの藤崎です。実は私あなたが好きよ、あれやな、僕の君が好きさ、変わり映えのない明日も